はい、こんにちは、グレッドチャンネルです。本日も神々解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日は、ラウンド1撤退不可能、ここで沼るというタイトルでお送りしていこうかと思います。それでは参りましょう。はい、というわけで本日はまず皆様にお知らせがあります。本日、5月13日22時半からですね、ライブ配信を行いたいと思います。クレッチョラジオ、略してクレラジ、クレーンゲーマーなのにクレゲ配信をせずにオール雑談番組になっております。でね、この番組は皆様のね、コメントを深掘りしながらね、まあ、約2時間ほど楽しい時間を過ごせたらなと思うので、お時間合う方少しでいいので、ご参加よろしくお願いいたします。はい、そしてコメントフォローよろしくお願いいたします。というわけでね、まずはいつも通りね、ぬいぐるみを攻略していこうかと思います。はい、というわけでまずは本日はこちらのね、ミッキーですねを狙っていこうかと思います。でね、まあまあちょっとね、本日は題名プラスね、この動画の尺考えるとね、なかなかね、はい、というわけでいきましょうか。で、今回はこの、100周年でしたかね、なんかの100周年かなんかのミッキー、超でっかいミッキーを狙っていこうと思います。ね、まずこれ設定を見ていくと、シールドは正直めちゃくちゃ高いですね。めちゃくちゃ高いです。本当にこの、なんていうんですかね、透明の板全部がシールドになっておるんですよね。ボールがね、ほぼ1段2段ぐらいしか入ってないんですよね。そしてこれアームサイズがちっちゃいプラス、見てください、爪ピンピンですね。ほぼまっすぐなんですよ。まあでもね、私のね、これ経験上ね、アームサイズがちっちゃくて景品が大きい場合は、パワーが強いと思っております。なのでね、そのパワーをね、無理やり活かして攻略していこうかと思うんですが、実際これパワーもなくはないんですが、景品かなりこれ重たいんですよね。なので思っているようには動かないんですが、さあどうでしょうか。これ、お、タグ入りましたね。さあどうだ。やはりね、爪がないね、爪がピンピンすぎてね、ちょっとタグ掛けもちょっと微妙ですね、これね。うん、というわけで続いては真ん中を狙っていこうかと思います。狙いとしてはね、ここからね、タグを入れて下半身をググって一気に寄せようと思ったんですがね、その爪の角度の問題でね、ちょっと引っ掛けることができないんですよね。そしてもう一つの狙いがこれですね。横長景品は横に、まあ長方形ですね、長方形の景品はね、横にしてしまうとね、いい感じに攻略できます。そしてこれがそういうことですね。この下半身を引っ張って頭ずりずりで寄せていくんですよ。うん、これちょっと微妙でしたね。でね、今回ね、感じたのがね、爪の角度ですね。まあもちろんタグ掛けでね、抜けちゃうっていうところもあるんですけどね、本当に爪がここまでまっすぐだとね、景品にさえそもそも引っかからないんですよ、爪が。なのでね、こう引き寄せたりとか動きがね、なかなかつけにくかったんですよね。あ、いい感じに寄ってきましたね。これですね、横長長方形は頭ずりずりで引っ張っていくような感じでいくとね、意外とシールドに寄せることができます。というわけで先ほどと同じような動きを求めて、これ同じように下半身をつまみ寄せていこうかと思います。あ、いい感じですね。ここまでで1100円ですね。なかなかね、ここまでは順調です。ここまでは。ここまでは。はい。ですがね、それで、このままね、下半身を今度は奥をちょっと角度調整、もしくは足をね、シールド内側に入れていこうかと思いますが、これちょっとね、失敗ですね。うん。ちょっとね、見えなかったんでね、失敗しました。はい。というわけで、このまま下半身をつまみ寄せていきましょうか。頭ずりずりでそのままね、下半身をシールド内側に入れよう狙っていこうかと思います。さあどうでしょう。あーってやばいぞ。ここでこのパワーのなさと爪の角度がちょっと響いてきておりますね。もう一度いきましょうか。今度しっかり下半身を持っていこうかと思います。で、まあイメージとしては持ち上げて頭から落として反動で取り出し口側なのですが、さあやっちゃいましたね。これやばいですね。ここから動かないですね。はい、というわけで続いてもう一度いきましょうか。まあね、少しだけね、持つ位置を変えたりね、持つタイミング、ストップボタンを使ったりして、ちょっといろんな変化をつけながらいくのですが、さあどうだ、起きた。おっと、だいぶシールドに寄りかかってきておりますが、ミッキー、
足でシールド踏ん張っておりますね。だいぶ体がね、ぐにゃっとなっておるのですが。はい、というわけで、もう一度同じようにストップボタンで下半身を持ち上げて、取り出し口側に落としていこうかと思うのですが、ちょっとずれてきました。これちょっとピンチですね。はい、というわけでね、今度は下半身振っていこうかと思います。あっと、これはどうなんだ？やばいか？あっと、やっちゃいましたね。これね、ちょっとパワーが弱いですね、やはりね。うん。はい、というわけでもう一度いきましょうか。ただね、あの足が取り出し口内側に入ったんで、それをこう、うまいことね、ストッパー代わりにしながら、下半身を振っていこうかと思いますが、振ってこないんですよね。これがね、パワーと爪のなさが、ここに来て響いております。というわけで、一旦平行移動。これ、かなりこれもう超チャンスタイムですね。来ましたね。アシスト付きの平行移動みたいな感じになりました。さあ、どうだ、これ。おっと、これね、今ね、実際ね、足がね、ゲット判定のあの、センサーをね、あの、超えてね、結構、めっちゃピカ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 してうるさいんですよ。さあ、押したんですが、これも無理か。これもセンサーバチバチに光っておりますね。さて、まだまだ慌てない。手はいけません。ここからですよ。はい、というわけで、今度もう一度つまみ寄せていきましょうか。もうここまでいけばね、そのまま反動でぐんと落ちてきそうなのですが、さあ、どうでしょうか。ここから下半身を引っ張って、で、あっと、これやばいですね。これね、ミッキーのね、鼻がね、なかなか邪魔をしてくるんですよね。うん。というわけで、今度押してみましょう。手前アームでお尻を押します。さあ、どうだ。ああ、大きい、重たい頭をね、ブリーンって引っ張ってくる。おっとっとっと、おっと、あ、やばいですね。ちょっと、フィールドに戻しちゃいましたね。というわけで、続いてもう一度つまみ寄せていきましょうか。先ほどね、同じような状態に持っていってからの勝負をしたいんで、まずはここで一旦つまみ寄せて下半身をぐーっと引っ張っていこうかと思います。これ鼻が邪魔してるんですよね。これね、もうちょっとね、あの顔が丸いっていうんですかね、平べったいキャラクターであればね、もう少しね、首までシールド多分いけると思うんですけどね、このミッキーの、あの鼻が邪魔をしております。というわけで、もうここくるりんぱで勝負していきます。さあ、どうでしょう。かっこいい。うわ、やばい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 。うわ、あーね、超巨大なミッキーがやっぱりね、耳で引っかかるならちょっと思ってたんですよね。はい、というわけで、もう一度つまみ寄せていきましょうか。もうね、あれこれしてる間に2500円、かなりいっちゃっておりますね。で、ここから動かないんですよね。これ、ここ、これですね。これから。というわけでね、もう一度行きましょうか。はい。というわけで、ここでね、撤退するにもできないですよね。このね、このね、下半身がね、シールドにガバーって乗ってるのにね、正直難しくて取れない気しかしないんですが、ここで撤退するとね、で、言っても2600円使ってるじゃないですか。ということは、そろそろ確率が来てもいいんじゃないかなっていう感じで、その辺もね、ちょっとこう考えながらプレイしているんですが、さあ、どうでしょうか。厳しいですね。これね、沼っておりますね、完全にね。はい、これパワーと爪がないのでね。で、さらにシールドも高いんでね。さあ、どうでしょう。2800円、まあいっちゃっておりますが、さあ、これ引っ張ってこい。おっと、やばい、またシールドのフィールドに戻ってきましたね。さあ、ミッキーがしでぐいぐいぐい、あの突っ張っておりますね。ちょっと困りましたよ、これ。はい、というわけでね、まあまあ、ちょっともまだまだ長くなりそうなんでね、この本日、22時30分からね、あのライブ配信を行いますので、皆さん、あのもしよかったらあのお越しください。あの、ね、私も別に特別ネタはないんですがね、皆さんがね、いつも入ってくれてきて、あのコメントをね、いろんなしていただけるんで、それをね、こう皆様でいろんな情報共有をしたりしてね、あの深掘りして楽しめたらなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、というわけでね、久しぶりですね。3100円、ここまで沼ったのは最近久しぶりですね。まあ本来であればね、私辞めるんですけどね、まあさすがにこの状態で辞めるにはね、勇気いますよね。あって、やばい、あー、もうどないもなりませんね、これね。はい、というわけでね、そろそろもうね、フィールドに戻そうと思います。あの本当、私ね、あの性格悪いんでね、あの このまま撤退するとね、誰かに取られたらどうしようって思っちゃうんですよ。なので、せめてね、
ぶっ飛んでから出ていこう、固定しようと思って、もう引っ張ろうとしたんですが、それでももう逆に言うとね、フィールドから、フィールドにも戻せない状態になってるんですよね、これ。うん、もう一度いきます。もう一度ちょっと深めに頭を持って、もうフィールドに戻して、撤退したいです。撤退したいです、私も。ただ、撤退できません、この状態。これね、言っても3000超えてますよね。確率来ないんですよね。うん。これがやっぱね、ちょっと鬼畜まではいかないかもしれませんが、かなり激渋になっておりますね。もう一度頭引っ張ってみます。とりあえずフィールドに戻ってこないんですよね、これ。もうダメです。もうダメです。もうやりたくないです。もう3500円なんでね、もうやりたくないです。はい、というわけで、もう一回つまみ寄せましょうか。もしかしたら確率、そろそろ来てもおかしくない。心だと思うんで。さあ、どうでしょう。おっと、またこの形。うん、これね、爪の角度があったらね、あのタグ上げてバスッといけるんですけどね。というわけでね、もう完全に今日はもうこれは負けですね。最後、クロリッパいきましょうか。あっと、これもちょっと下半身がずれちゃいましたね。はい。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。はい、というわけでね、先ほどのミッキー、もうダメですね。あれはもうちょっと、はい、やっちゃいました。3600円。久しぶりにバチバチに沼っちゃいましたね。もうなんか、今回はね、あの、沼っちょチャンネルでも良かったんですけどね。あの、まあ、たまにはあの、メインチャンネル、クレッチョチャンネルでもね、やっぱ、クレッチョチャンネルのみを見てくれてる方がいてるんでね、あの、私もたまにはこんな、あの、すごい沼りもかますんやぞっていうね、こともね、やっぱ、あの、あるんで、それももうちょっと見ていただこうかなと思っております。はい、それがね、クレッチョ、チャンネルのリアルです。はい。はい、というわけで続いてはこちらのね、可愛いクマさん狙っていきましょう。でこちらもまたね、シールドバカ高いんですよ。ですがね、この子ね、私何回か攻略しております。でね、タグがこの子ね、弱点なんですよ、正直。うん。というわけでこれ、その弱点のタグを狙っておるのですが、さあどうでしょうか。あー、悪くないです ね今の状態で下半身をシールドに乗せてクルリンパというのが、あの、まあ、この子の必勝法という感じですね。というわけでもう一度タグ狙っていこうかと思います。あっと、これちょっとね、緊張しすぎましたね。はい、プレッシャーちょっと与えちゃいましたね、自分にね。はい、というわけで、あの、緊急ストップしました、ずれていたので。というわけでもう一度いきます。もう一度落ち着いていきます。さあどうでしょうか。あっ、これもやっちゃいましたね。入ったと思ったんですが、ストップボタン押さなかった方が良かったですね。やばいやばいですね。というわけで、もう一度いきます。もうここはね、タグ一択です。タグをかけて、とりあえず下半身をシールドに乗せたいので、もう一度いきます。さあ、どうだ。今度はストップボタンを押す。やっちゃいました。やばいですね。タグはどうだ。タグは無事なのか。あ、まだいけそうですね。まだいけそうですね。もう一回いきます。タグ3回ルールね、私あるんですがね、これはちょっとあの、ここでのタグは、あの、ゲットにつながるんでね、ちょっと諦めずにもう一回行こうと思います。あ、これ、ずっぽしです。さあ、どういった反応を見せてくれるでしょうか。こう、そうそう、下半身が乗らない。むずいっすね、やっぱりね、クレーンゲームってね、思う通りに動いてくれませんね。というわけで、真ん中持っていきましょうか。はい、今日は、という感じでね、長尺、動画のくせに長尺沼るというね。そっちのパターンで今回ちょっと作ってみました。あの、私もね、いつもね、やっぱね、ゲット動画をね、バン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 出してるんですが、あの、こういうこともたくさんあります。はい。こういうことがありながらのね、あの、ゲット、あの、まあ、上達したりね、あの、タグかけのレベルだったりするんでね、皆さんもね、あの、諦めず頑張って練習してみてください。はい、でこれね、今ちょっと今リボンに引っ掛けようと思っております。はい、でね、まああの、やっぱね、ゲット動画好きだと思うんですが、今日はちょっとね、この沼動画に落ち着き合いください。というわけで、もう一度リボン狙っておりますが、さあ、これはどうでしょうか。おっと、来たぞ。やっぱりね、シールドに引っ掛けながらじゃないと、ちょっとあの効果が薄いですね。というわけで、もう一度いきます。これの関してはね、爪の角度もパワーもそこそこあるんで、さあどうでしょう。はい、これ、
っぽしです。さあ高確率ゾーンでのリボン引っ掛け、きたきたきた、おお、だん、惜しかったですね、うん、でね、意外とまさかのシールドに乗っかってるんです。これアームね、ちっちゃいね、ね、クルリンパ多分無理なんですよねっていう判断でね、今これちょっとリボンに刺しながら、あの刺しを狙いながらちょっとやったんですけど、これちょっと失敗ですね。というわけでもう一度同じようにね、右アームでリボンを引っ掛けながらというかね、引っ掛きぶっ刺しながら狙っております。あ、これもちょっと外れておりますが、さあどうでしょうか。ここは頭をつまみ寄せてこい、来ない、来ないですよね、うん、大体分かってます、大体分かってます、来ないんですよ。はい、というわけで続いてまた下半身持っていきましょうか。はあ、また熊さんも沼っちゃいましたね。なかなかね、最近ちょっとランドワンさん設定が渋いんでね、この設定もね、シールドめちゃくちゃ高いんで、やっぱりね、もうシールドに立てかけること自体でなかなか難しいっていう状態になっております。はい、というわけでここは一旦撤退でまたあの両替して戻ってきました。はい、というわけでこの状態からまたプレイしていこうかと思います。というわけでね、やっぱこれも右アームをリボンに狙いながら頭を掴む感じですね。さあどうでしょうか。うん、まあまあ少し寄りましたね。はい、というわけでもう一度頭狙っていきましょうか。頭狙いながらそのリボンを狙って外れたら頭をつまむようなイメージですね。さあどうでしょうか。これはおー、でもこれ惜しい。あー、でもタグちょっと向こう側ですね。うん、微妙、まだまだ微妙ですね。というわけで一旦下半身振りましょうか。下半身を振ってね、あのお尻をシールド側に向けようかと思います。はい、これ何あれこれでね、もうこれも1700円ですね。はい、もう沼りつかりましたね。というわけでね、さあどうだ。全然やっぱ今回思ったように動いてくれませんね。もう一度行きましょうか。ただシールドにはね、そこそこ近いんでね、あとはね、うまいことこうタグがね、狙える位置まで来てくれたらいいんですが、さあどうでしょうか。下半身を振りを狙っているのですが、どうでしょうか。厳しそうですね。というわけでもう1900円また沼っちゃっておりますね。はい、というわけでもう一度リボン狙っていこうかと思います。この子ね、いつも昔ね、何回かゲットした時はね、このシールドの半分ぐらいの高さやったんですよ。なのでね、このうつ伏せの場合はね、この首のところのリボンの引っ掛けで寄せたりね、あのそれでも全然いけたんですけど、やっぱりね、日に日に設定が厳しくなってきておりますよね。もう一度いきましょうか。高確率ゾーンでのリボンいきます。さてここも外した、一撃で決めたいところ。はい、これずっぽしですね。さあ今度こそ高確率ゾーンでのずっぽし、どういった反応を見せてくれる。来い、来ない、また同じか。先ほどとほぼほぼ同じ状態ですね。はい、というわけでね、また頭狙ってまた失敗という流れですよこれね。で同じね、とこ狙って大体同じ失敗するんですよね。ただクルリンパはね、やっぱりね、イメージできないんですよね、このサイズの感でいくと。アームサイズがちっちゃいんで。さあどうでしょう。ああ、全く同じ失敗ですね。はい、というわけで2200円、確率は来ないですね。さっきのも3600円、今回も2200円でね、まあ相当な金額、ちょっとこの日沼っちゃいましたね。まあこれがね、まあ良くも悪くも今のラウンドワンさんの現状というか、まあ私の実力もあるんですけどね。はい、というわけでもう続い、ここはもうね、次の一手で撤退しようかと思います。はい、とはいうわけでね、この動画を最後一手見ながらね、お別れしたいと思いますが、本日先ほども言ったのですが、ライブ配信を行います。クレッチョラジオ、略してクレラジですね。あのクレーンゲーマーなのでクレーンゲー配信をするオール雑談番組になっております。本当に私がね、お酒を飲みながらダラダラダラ喋るだけなのでね、あの本当に皆さんね、コメント、あの今日何やったよとかね、あのいろんなことを言っていただけたら、そこに対してのこのアクションでね、あの話を広げようと思いますんで、まあ、あの土曜日の夜、皆さんの貴重なお時間だとは思うんですが、あの、ね、クレッチラジオ一度覗いてみてください。はい、というわけで2400円、300円？沼っちゃいましたね。はい、というわけで今日は残念ながら
長尺超絶沼り動画以上です。というわけでね、本当はすいません、ね、皆さんのね貴重なお時間いただいてゲット動画を見せることができませんでした今回は。というわけでまたゲット動画は明日以降に、ご期待ということでよろしくお願いいたします。はい、それではこの辺でお別れの時間です。本日ね22時30分にまたお会いしましょう。それではこの辺でお別れの時間です。さよなら、さよなら、さよなら。疲れたな、20分は長いな、さすがにね。はい、ではではでは、またライブ配信でお会いしましょう。